まあ父なる神ヤファエがまが認めているまあ団体といえばまあまあこれはまあ完璧なまあバイブルの解釈をしてそしてまたこの大きな苦難に向けてまあ完璧なアドバイスをしているってことで、まあ、当然これはヤファエからすればもう,もう信頼たる団体ってことですよね。 まあ、そう思って間違いないと思います。ですから、まあ、この大きな苦難を乗り切るためには、まあ、ksrg があのー、指導していることをまあ、しっかりやるということになると思います。まあ、自分はそう信じてますえ。今日は以上です。ありがとうございました。